よろしくお願いします。そして今日本当にこのステージを出た本当に楽しみにしてました。来たぞ来たぞ、セピアと申します、よろしくお願いします。来た、本物のセピアさん来た僕憧れですよセピアさん、ついに実現してしまった。ちょっとなんでこんな距離遠いんですか俺だぜ、僕はセピアさんの隣がいいんですけど、なんでこんな距離あるんですか、嫌われてるんですかいきなり俺隣がいいわ。いやそれは運営さんに言ってください。なんでこんなに一番距離取られてるんですか、僕近い方が良かった。改めましてね、このセピアさんとかも炎上したことないですよね、まあ自分ももしかすると認識してないっていうのもあるのかもしれないけど、でもまあやっぱ人と人とのつながりだからね、うん、ちょっとなんか情熱大陸みたいになって、ちょっといじられようとしないで、ね、博士太郎呼ぼうぜ、ちょっと今日博士太郎に聞いてほしいわ、まあうん、負けたくない実況者や生放送主、はい、まあ、負けたくないだと、まあ意識したことあるぜぐらいの感覚でいいですかね、はい、この人の動画参考にしました、この人の喋り方ずっと好きですみたいなのでもいいです。いいです、あ意識してる系ね、負けたくない、どっかでやっぱ意識しちゃうと思いますので。誰だろう、これ結構セピアさん聞いてみたいな。あセピアさん聞きたい、俺からセピアさん聞きたい、熱い思いを語ってほしい。いやでもね、多分これを言うとまたなんかすごいあれな感じになると思うんだけど、はい、やっぱり自分、過去の自分だよね。やば、拍手だよこれもう。マジか、昨日の自分に負けたくないってことですよね。すごい違うよ、みんな知ってましたよ。なんなら俺は1年目の動画でうんこちゃんのモノマネをしました。あれ、ね、してくれましたよねあれ同じタイミングで動画上げてましたもんね、うちら。はい、そう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 、してくれてた。いや懐かしいわ。じゃあそういう意味では同期にはやっぱ負けたくないなという思いでやってた部分は、2009年の人間というのはやっぱりことさらライバル意識みたいなのはありますね。あるね、それは間違いなくありますね。同期、あ僕でもいたわ一人、最近マジで負けたくない人いたわ。うんこちゃんから人っていうか、まあそのニコ動もそうなんですけど、僕は YouTube も一緒にやってて、アブさんの飼ってる犬にチャンネル登録数4万人負けてるんですよなんでちょっとできれば今年中にアブの犬には勝ちたいなっていう、アブさんの飼ってる犬がまた可愛くてですね、豆柴飼ってていい動画あげるんですよなんとかそこには食らいついていきたいなっていう気持ちは強く思ってますね。すごい、はい、もう誰が来るのかと思ったら柴チャンネル、皆さんもぜひよかったら見てください、はい。ゲーム実況は今後どう行くべきか。あいや、ね、セピアさんの聞きたいですよね。やっぱり生計を立てるとか、はい、資産を確保するとかっていうことになると、どうしてもやっぱりこうビジネス的な観点っていうのは、何笑ってんねんかっけーが早いんだもん、かっけーが早すぎて面白いんだもん。ダメですよ本当に、ちゃんと凛と聞いてください、凛として聞いてください、はい、びっくりしたセピアさん教えてください明らかに俺が喋り始める瞬間にね、笑い始めるのよさっきから。ちょなんかね俺のせいじゃないし、セピアさんのせいでもないんだよ。そもそも俺とセピアさんが今日一緒になるよって言ったら、寺蔵さんと砂亀さんがなんかニヤ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 煽ってくるの。ずーっとなんかその後ろとかでもなんか大丈夫なんですかねみたいな。大丈夫なんですか。あれ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 語弊があるって、それは全然俺たちね、普通にあお願いしますとか言ってるのに、二人でニヤ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 してるのこの二人が。なんいいじゃないですか別に、こんなね晴れ舞台でね一緒に喋れて。見てこの宮崎さんのもどうでもいいみたいな顔。喧嘩しなくて、僕が好き好きって言ってたから、セピアさんのこと。で今日初めてなんで。そう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 、もうまんざらでもないって顔してるじゃないですか、セミヤさんもやったぜっ、ね、いい顔ですよね、なんかいい表情いただきました僕、はい、なんでしたっけおい、めっちゃ流されたんだけど、どういう形かは分からないんですけど、多分ゲーム実況者っていうのがこれだけこう前面に出されて、呼ばれるっていうのはもう向こう 4,5 年くらいのことだけなんじゃないかなと思ってて、なんか別の違う呼ばれ方が出てくるかもしれないなと。派生してそこから、ちなみにセピアさんなんて呼ばれたいですか。なんて呼ばれたいか聞きたい。僕もやっぱそうやって呼んでいきたいから。え、何ハイパーメディアクリエイター的なやつ懐かしい、そういうやつ、そう、いい発音で聞きたかった。僕が嬉しそうハイハイパーえ、ちょっと待ってください、セピアさん、もう一回聞かせて、セピアさん、もう一回聞かせて、ちょっと待って、もう一回聞かせて、セピアさん、じゃ僕の視聴者待ってるんだよセピアさん、お前もう一回聞かせて。ここの人たちいろいろうるさいよ
いいじゃん、ちょっとせっかくの今す今俺聞き損ねたやつ、ちくしょう、すげえ綺麗な遊んだった今、びっくりしちゃった僕、カーッと入りましたけど、はい、本当に素材いやありがとうございます、本当に僕で夢叶えてくれて、なんと呼ばれたいか、うん、ね、今クリ、まあ、クリエイターってことですよね、かっこいいですよね、あのね、セピアちゃんはしたいコラボとかないんですか。いや僕セピアさんとコラボしたいですよ。おお、マジで やりましょうよ。そこに発展すればもうこの、はい、このステージは成功です。いやセピアさんとコラボしたいですよ。なんかねどっかで12時間ぐらいぶっ続けてやりたいですね。公式とかでなんかのゲーム、生放送で、生放送、生放送で、だから編集頭かかる必要もない、まあ、生放送の方が良さそうですね。生放送の方がね、2人でお酒飲みながら、あ、それ面白い、やりたいですよね。ねえセピアさんとか言いながらやりたいですよ僕。もう一度言っておきます、セピアさんとの実況は難しい。いやそれはまあうまいことね。セピアさんお酒飲むと暴れますよ。余計なことを吹き込むな。2人でなんか吹き込むな。暴れた時の対処が難しいって言っておきます。セピアさん確かに酔うと大変ね、なんかやりたいですけどね、まあ、ワイン、ね、ワインとステーキ片手になんかガウン着て、いやセピアさん今日どうですか、みたいな。さっきゲーム実況高貴なすべきもするじゃないって言ったのに、自分でもう高貴になっちゃってるの。どんどんやっぱイメージ的にはね、なんか実際セピアさんはなんかこのうんこちゃんでやるだったらどんなゲームやりたいと か、 なんかゲームだったらアクションゲームとか RPG とか、ゲームだったら何ですか。俺も6画面でやってみたい。あ、なるほど。あ、なんかね、2つの画面で一じゃ、なんか共同プレイしたいんですよ僕セピアさんに。あ、共同プレイ、うん、PUBG とかじゃなくて、そんな難しいゲームじゃなくて、やっぱその昔のレトロゲームみたいなのをやらせてもらいたいんですよね。1画面で同じ画面見ながらみたいな。そう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 、なんかいい、パッて出てこないけど、セピアさんは AB ボタン、うんこちゃんは十字キーみたいな。あ、そんな感じの。ゴエモンやりたい、ゴエモン。ゴエモン、ゴエモン面白い。ゴエモンやりたい、ゴエモン。ゴエモン面白い。ゴエモンとかやりたいですね。実機で、実機で。思うのが、演者側もね、見てる側も、なんかニコニコについて、ネガティブに言いすぎだと思う。それ言ってください、ちょっと。多分、我々ってみんな今、巨大な催眠術にかかってる状態だと思うんですよ。ちょっとセビアさん、ちょっとめっちゃわかりやすいですね。難しい、難しいです、ちょっと話が。もうちょっと、ニコニコはダメだよ、生放送何にもできないよって言って、誰かから言われてるような気がしてる状態なんですよ。あ、確かに、すごいいいこと。洗脳されてたかもしれない。なるほど。確かに。ちょっとした仕様変更とかね、さっき同時コメント数が出てこなくなるとか、はいはい、ニコル君が亡くなってるとか、はい、そういうちょっとした仕様変更はあると思うんですけど、はい、俺ら10年前に始めたニコニコの頃だと大して変わってないやん、これ変わってないですね、全然変わってないです。だから何が悪くなったのって言ったら、お前説明できるか、ニコニコの頃で何が悪くなったか。熱いぞ、熱いぞ、やっぱいいね。変えた時に、熱い、はい、変えた時に、はい、あれおかしいんじゃないかと、うん、はい、おかしいですよ、いうことにまず、はい、多分なんか気づかずで、はい、さらに悪い悪いって言ってたら本当に悪くなるから、確かに、確かに、だから、はい、俺たちは、はい、いる人間は、はい、ニコニコが悪いだなんて口にしてはいけない。素晴らしい、泣きそう、素晴らしい。ムカつく演者とかいるかもしれない、はい、運営に対して言いたいこともあるかもしれない、俺だって言いたいこといっぱいあるんだよ、はい、だけど、はい、だけど、はい、まあ、まあ、それ言うことは言うけど、はい、なんとなくネガティブな雰囲気を漂わせるような、はい、なんか気取った第三者視点みたいな、はい、悟ったようなことを言うな、はい、そういうことを。僕も今すごい心にぐさっと刺さりました、セピアさんの。一回ちょっと自分がネガティブなことをツイッターで言った時に、まあ、セピアさんに、はい、そういうのダメだよっていうのをこう優しく諭してもらった時が、そういうところが好きなんですよ僕、そのね、言えるところっていうか、パッてダメだよとか。でもよく言われるのは、はい、そういうふうに言うと、あいつは現状を世の中を見られてない、はい、分かってないって言われるよ、はい、分かってなくて結構だよ。分かってなくて結構だよ。いやすごい、そうですよね、周りなんて関係ないですよね、セピアさん。俺たちでニコニコ盛り上げていきましょうよ。やんなきゃいけない、やりましょうよね。うわ、セピアさん、大事なものをなんか思い出した気がします。すごいよ、やっぱこれちゃんとやっぱ聞かせた方がいい、みんなに。もうかっけえがネタコメントなくなってるから。今の素晴らしいコメントですよ、本当に。みんな感想かっけえだよ、これ、うん、目が覚めました、僕も。僕も、はい、来てよかった、今日、ね、その通りだよ、でも本当に。なかなかね、セピアさん、まあまあ、待って、でもさ、僕のとセピアさんの共通の知人で、はい、五月病マリオさんっていう人がいるんだけど、はいはい、マリオさんがセピアさんと飲まれてる時になんか僕、人の悪口言いながら飲む酒が一番うまいんですよねって言ったら、セピアさんがちゃんとそんな無駄なことに時間を使うんじゃないって言われたんだよ。セピア
男セピア。そう、あんま余計なこと言わない。僕、マリオさんと飲んだ時セピアさんの話7割してますから、僕にも聞かせてくださいっつって。余計なこと言わないでください。そう、無駄なことに時間を使うんじゃないって言われ、怒られたって言ってました。はい、セピアさんの表情がどんどん真っ赤になってしまいますね。はい、いいタイミングやってました。なんとですね、お時間の方がやってきてしまいました。早いもので1時間あっちゅうまでした。ありがとうございました。セピアさんは結構こう、うんこちゃんの視聴者の方に結構自分が話題に上がっ、なんか話題に上がってるっていうのは結構自覚はしてたの？このやっぱね、さすがにさすがに漏れて、漏れ伝わってくるわ。そうですね、さすがにちょっとね、さすがにくるわ。確かにそうですね。はい、さあそしてうんこちゃん、はい、はい、ですね、僕もなんだかんだ人の悪口ばっかり言ってますが、ニコニコ動画大好きなんで、まあちょっとね、またこういう舞台に立てるように、ニコニコ動画でもしっかり、活動して、皆さんが楽しいと思っていただけるような動画と生放送をしていきたいなと思います。あと個人的に、はい、セピアさんのハイパーメディアクリエイターが聞けただけで、僕今日もうギャラいらないぐらい、テンション上がってるんで、本当に良かったです。出て楽しい1時間でした。皆さんありがとうございました。ありがとうございます。ちょっと僕はあのうんこちゃんと共演したときにいつもね聞いてくれっていうあれがあるんで、今日は配信するんですか？今日は配信はしません。この後ディズニーランド行きます僕。はい、なんで見つけても声かけないでください。はい、はい。